斉藤さん、この男に殺しへの躊躇はありません。あなたもそのおつもりで。やむを得ないようだな。ええ、どちらかが死ぬまで立ち会っていただきます。では始め。勝負はついた。こいつは死んだも同然だ。言ったじゃないですか、どちらかが死ぬまで終わらないと。だがご安心ください。この男どちらにしても死ぬ予定だったんです。先日組から脱走を図りましたね。ハットにより処刑することになっていたんですよ。なんだと。ですがただ殺すよりあなたを試す道具に使えると思いましてね。彼も天然理心流の使い手でしたから。誰なんだその男は。総長兼三番隊隊長山並圭介。私にとっても市営官道場以来の友人です。彼にはもしあなたを殺すことができれば命だけは助けてやると言ってありましてね。ですからあなたは命がけで戦った山並みに勝ったということになります。そうやって俺を試した目的は何だ。いや、実はあなたに折り入って引き受けてもらいたい仕事がありましてね。何なんだそれは。この山並みの穴、三番隊の隊長を引き受けてもらいたい。俺に隊長。さあ、無粋な話はここまでだ。席を変えて新選組の未来について語り明かしませんか。斉藤はじめ君。